でもないショートゴロに見えますが、松田の速い足もあります。これで取って軽く投げてショートバウンド前に、あー、江戸が取れませんでした。中途半端な送球になりました、まあ、もしかしたらちょっと握り直そうかなという感じの送球でしたね。あったんでしょうかね。ホームランが出ればたちまち同点、まあ、ホークスもねこういう風なエラーからのランナーをねやっぱり得点にも引き付けたいですからね、なおかつ2点差コディ・ペーニャにホームランが出れば同点な場面ですから、まあ、ペーニャはちょっと集中して、まあ、バッターボックス立ってもらいたいんですね。スライダー止まりました。ライトスタンド大声援、ペーニャペーニャの大声援です。今日のお客さんが 35,461 人です。点差は2点。バットが動きかけましたが止まって2ボール1ストライク、今ストレート待ってたんでしょうか。それもありますね、まあ、このマストに関してね基本はやっぱりまっすぐですからね、これを狙っていきますね、バッターとしては。ストレートを打ってファールボール、何かそんな感じでしたね、まあ、これが一番いいと思いますね、まあ、ここでもう追い込まれましたからね、はい、この後はやはり変化球に対応できるような形ですね、はい、反対にバッテリーがこれをどう見るかですね、阿部が、はい、まあ、意表をついてね外のまっすぐ強いボール打ってますからね、あとはまあ落差のあるフォーク、まあ、これが一番有効かもしれません。2&2レフトに上がった、高々とアーチをかけた、ペーニャ同点ツーランホームラン。ペーニャゆっくりと今二塁を回ります。第10号のツーランホームラン。エラーからソフトバンク同点に追いつきました。第10号のツーランホームラン飛び出して3対3、松田のエラーでソフトバンクが追加点取られ、そして坂本の手痛いエラーで巨人が同点に追いつかれました。8回の裏、今これがフォークでしょうかね、はい、落ちなかったんですね、フォークボールですね、まあ、配球としてはね、まあ、この選択は間違ってませんけど、はい、ただやっぱ投げたコースが中途半端な反則球になりましたからね、まあ、一番打ちやすい形のボールになりました、いやもう連敗連敗。